死んでも好きなタバコは吸い放題なんだな。タバコは持ち込めたのに銃は持ち込めなかったんだな、幽霊。なんだこれ。お、すごい。この世界に残された記憶の要因を可視化できる。分析。目的がある。無作為。探している。探している目的がある。適当に入れたら正解だった。奴の目的は一体何だ？何かあるいは誰かを探しているのか。なんか身長は主人公と同じぐらいの身長ですね。男なのか女なのかもわかんない。荷造り。出ていくためにまとめた荷物ならどうして置いていった？あ、またあった。あと1個でコンプリート。ああ、こっから外に出れるんですね。なんか怖いよ、この人の。ベッド怖い、ベッド。あ、なんか、ここになんかあるね。あ、これ女の子だ。分析。いたんだね。隠れている。怖がってる。見ている。 おお、ベルキラーが来たところにいたんだ。まさか現場を目撃した人物がいたとは。この子はどこまで見ていた？おお、この子手がかりになりそうですね。でも、多分、後ろのドアから外に出て行ってしまったのかな。損傷した壁。随分派手に振り回された。犯人は信じられないほどの怪力だった。へえ。主人公が一回叩きつけられたとですね。この窓から突き落とされた。行方不明者の情報を求む。セイラム死刑に協力していた霊能者カサンドラ・フォスターと同一人物。はあ。この部屋の住人の一人、カサンドラ・フォスターは霊能力者として警察に協力していたようだ。へえ。現在行方不明。さっきの女の子がカサンドラ・フォスターかな？憑依。あ、二人いたってか。推理するにはあと4つ情報が足りないか。あったあった。どうなってしまうのかしら。警察は犯人の目星すらつかず、私の身にも危険が迫っている。ジョイだけは守らないと。あの子を多少強引に遠ざけることも厭わない。それであの子が守られるなら。ジョイって子が今の女の子か。ジョイの母親にとってジョイの安否が一番の心配事だ。じゃあ、カサンドラ・フォスターの娘がジョイかな？なんですかね。霊に関する本。
霊界や異世界に関する本だ。なぜこの本がこの場所に？こっちはいけない。まあ、なんかあったかな。おお、なんか関係ない。無断の両親への挨拶。婚約したカップルが相手の両親に挨拶に行くとき、普通なら緊張するのはカップルの方のはず。でも私は楽しみで、逆にローナンのご両親は緊張してしまったみたい。私に気を使っているのか、2人ともギクシャクして見えた。ロナンのお父さんはなんだかぎこちなくて、とても無口で、あまりお上品ではない、素の自分を隠そうとしているように見えた。でも私はそこに好感を抱いた。お母さんのリリアンは宝石の原石のような温かい心を持った人。私が2人のこと大好きだって伝えてればいいけど。こう、奥さんの記憶ですね。こういうのも地面にコロコロしてるのね。なんか情報が足んないけど、見当たらないですね。推理をするっていうのはいいんだけど、なんかその、なんて言うんだろう、推理のお題がわかんないんですけど、何を推理するの、これ。なんかこう、犯人の目的と、あとは、なんかこれだけでいった。はってなった。なんか体の感じから男っぽいですね、こいつ。止まれ。お前を逮捕する。窓の外にいたよね。捜査では謎が複数存在し、複数の答えを導き出す必要がある場合もあります。ベルキラーの標的は、犯人が狙っていたのはこの少女かもしれない。そうでしょうね。なんとなく系は進んでいるけど、なんか情報が足りなかったりしたまんまだけど、大丈夫なのかな。あれ、少女がどこへ行ったってなって、俺どこ行けばいいの、これ。今の窓から出れるもんかと思ったら、あれ、操作ってなってるな。あれあれ、操作、三角とか押せないんだけど。何何、どうすんのこれ。何何、どうすんの。この窓から出れないよ。さっき出るって出たのに。なんかこの辺がちょっと不親切ですね、このゲーム。なんか、争いの痕跡。俺は犯人と対決し、激しい格闘になった。見た。少女はどこへ行った？少女がどっかに行ったっていう、その痕跡的なものが足りないのかな？見つけれてない？もしかして。
なんかゲームの進め方がよくわからないな。ふむ。あ、ちょっとこいつに取りずみる？変わんねえわ。よく見えない。目撃者の少女が映ってるだ。他にも何か映っている？これすごい気になるね。こいつに憑依してさ、どけたりできないの？あ、できたできた。思念操作。これ、この下みたい。お、これか。目撃者の少女の写真だ。この子の行方を知るヒントが映ってるだろうか。なんか神父様みたいなのがいるね。お、集中する。ロナンは一部のオブジェクトから霊的フラッシュバックを受けます。これみたい。元気かい？しばらく教会に泊めてもらってもいいですか？教会の扉はいつでも開かれているよ。目撃者の少女は近くの教会にいるかもしれない。うん。お、操作が終了できそうですね。他の写真も触りたかったけどできないんだな。なるほど。よし。一旦サクサクとやっていこうと思います。この1回目のプレイは。では、操作を完了します。うん、確かにね。あの目撃者の少女を見つけて知っていることを聞き出そう。うん。この部屋での目標はクリア。アパートを出るだって。じゃあ出ましょうか。ドゥ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 。悪霊は一回倒すともう出てこないんですね。なんかさ、コンプリートするような、なんかあのやつがあと一個だったんだけどね。どこにあるんだろう。あんまりあれ探し回って、あの時間かけるのもあれなので、そんなにガチで探す気はないんですけど、パッと見つかれば見つけておきたいって感じ。ないなあ。パッとは見つからないかな。うん、ないね。あ、こいつまた戻ってきた。お前もう悪霊に食われちゃえよ。女の子逆恨みでビビらすんじゃないよ。これは何なんですかね、この変なね、怪しい文様も。これ火がかけたら危ないよ。そういえばね、このゲームなんかのシーンの時にシェア機能だと音が鳴らないらしいんですよ。だから、すっごい無音の時があると思うんですけど、それはあの、録画のミスじゃなくて、なんていうか、開発者がそういう風に設定しているみたいです。
でもね、基本的にこのゲームなんか音楽ずっと鳴ってないですね。あ、これじゃない？あったあった、見つけちゃった。ガーデニング用具だって。シャベル、手袋、肥料、趣味用か。あ、これ死体をなんか隠した時かなんか使ったんじゃない？これ別件、別のやつか。あ、もうこの人話せ、あ、話せた。遊んでくるよ。遊んでるんじゃないよ。見つかんないかな、ペロッと見つかんないかな。ん？なんか洗濯機の音聞こえる。洗濯機回してんの。あ、あったあった、これだ。これで揃ったね。コンプリート。ストーリーを表示。謎のアイテムの要因を複数発見した。フラッシュバック。新聞でリーガルアパートの広告を見た時のことは忘れもしない。大抵の人にはみすぼらしいボロアパートに見えるだろうが、私は歴史ある個性的な住居だと思った。芸術的センスを刺激してくれそうだと思った。ほどなくして私は正式に 3A 号室の入居者となった。今思えば荷ほどきしなければよかった。引っ越し先の部屋は私が思った以上に個性にあふれていた。カーペットはしょっちゅう水浸しになり、パイプは錆びていたし、下の階の住人は壁をどんどん叩きながら声の限り叫んでいた。地獄だな。確かに他にも何かと何のある部屋ではあったが、耐えられないほどではなかった。だがシャワーの水が茶色いことと、まあ、それやだ、水漏れでカーペットにカビが生えることと、下の非常識な住人には目をつぶれなかった。下に苦情を入れに行こうとしていると、私が呼んだ配管修理の業者が来た。カーペットが濡れている箇所を教えると、業者の男は首をかしげた。水漏れはしていないので自分で気づかないうちに何かこぼしたのだろうなどという。バカにしているのだろうか。私は何もこぼしていない。男は謝り、水漏れがない以上手の施しようがないと言うと、シャワーの点検に向かった。幸い今度はちゃんと茶色い水が出た。業者の男はボイラーが錆びているんだろうと言い調べに行った。私はその隙に下の住人を訪ねることにした。ドアをノックしたものの応答がない。人の気配すらしなかった。試しにドアノブをひねってみると、ドアはこともなく開いた。しかも驚いたことに、そこは空き部屋だった。その時床に濡れた足跡が浮かび上がり、まっすぐ私の方へと近づいてくるのが見えた。と同時に下のボイラー室から業者の男の悲鳴が聞こえた。急いで行ってみると男は消えていたが、茶色い水の正体は分かった。古びたボイラーの中にはブヨブヨに膨れ上がったフランシュタイが詰め込まれていた。警察は未だにこの殺人事件を捜査中だ。アパートの大家はボイラー室をリフォームすると約束した。だが 3A 号室は現在も入居者募集中だ。私は今でも自分が汚れている気がしてならない。やだねそれ。なんかこれ何かと思ったら怖い話聞かされるっていう。なるほど、コンプリートするとその場所にちなんだなんか怖い話聞かされるのかな。っていうかあのボイラーもまあ怖いんですけど、その修理を約束した大家も殺人を犯してますからね。このアパートはもうとんでもないところです。引っ越した方がいいよ。え、マジで？え、マジで？うぞー。これちょっとダッシュできないの？ダッシュ。マジかよ。はい。というわけでですね、このもう階段を登ってる様をお見せしてもしょうがないので、このマーダーズのね、第1回の動画はこれで終了としようと思います。見てくださった方ありがとうございます。この最上階上がってね、その切り抜けた先を、ちょっと後々放送しようかなと思いますので。っていうかこれどこでセーブされてんだろうね、心配だな。これちゃんとそこまで行ってから切った方がいいかな。お見せするのもなんですがとか言いながら、すいませんね。なんかね、
まさかアパートから出ろって言われて窓からじゃないとダメって言われると思わなかったです。失礼しました。でも下に行ったおかげでボイラーのね、微妙な怖い話聞けましたね。でもさ、なんかもう自分が幽霊でさ、さっきからしこたま幽霊見ててさ、なんかあんな怖い話聞かされてもうーんっていう感じだよね。まあ、あいつらの方が怖えし、話よりあいつらの方が怖え。これでいいの？これでいいの？これで出れる？はい、出ますよ。じゃあ出ますね。ドン。これ1話目が終わりって感じかな？のマーク何なんだろうね。ここにもあったね。幽霊になっても高いところは苦手だ。高いとこ苦手なんだ。目撃者を探す。あの目撃者が唯一の手がかりだ。何として見つけなければ、あの教会にいる可能性が高い。はい。というわけで、ここで1回目の動画を区切りたいと思います。見てくださってありがとうございました。ではまた。バイバーイ。